スは、台湾の軍人、政治家、二級上昇。軍事情報局局長、国家安全局長、国家安全会議秘書長を歴任。陸軍総部作戦計画委員会主任委員となる予定だったが、1993年7月5日、軍不評学校長兼不評訓練部指揮官だった。リサダ・林上将が、陸軍総司令となったため、その後を継ぎ、 同年7月17日、陸軍総部参謀長に任命された。陸軍総部参謀長在任時、不評学校啓発室主任の自殺事件や、小金門砲兵のアモイ誤射事件等の代償事件が発生したが、立法院との関係を密にして答弁し、外界の了承を得た。1995年3月1日、陸軍第8軍団司令に任命。 1999年、軍事情報局局長に任命。全民の飲酒分が実行した服か、千案の見直しを図り、また花情報要員の台湾帰国、その監視、隔離を要求した。李登輝総統は、軍事情報局長、在任1年未満の定義数を突如として、国家安全局長に任命した。国家安全局長在任時、情報経費の法制化。 国家安全局内の軍人、警察官、文官の統一給与制度の確立等、国家安全局の改革を図ったが、既得権討の反対にあった。政権交代後も、陳水編相当に認められ、2001年8月、国家安全会議秘書長に任命された。ありがとうございます。